どうも皆さんこんにちは。英語は全くできずに留学に来てしまったボクちんの、ルームツアー紹介をしていきたいなと思います。はい。ちょっとね、最近太っちゃったからね、あんまりこう見せれないんですけど、やっていきたいなと思います。こっちの学校に住むのまずかったな。まあ、これでもうほぼ終わりです。はい。でここにね、まず引っ掛けるところがあって、まあ、なぜかジム用のジムロッカーついてるんでね、なんか別にいらないんですけど、なんかこれをこうそのままこう置きっぱなしにして、これはもう何も入ってないお出かけ用のリックのトートバッグで、まあここにこう姿見があるって感じで、で靴は僕も全部脱いでますね。はい。ここにこんな感じで用意したって、まあ全部靴脱いでおります。なんかここで脱ぐのかなと思ったんですけど、ちょっとドア開けたり閉めたりっていうことで、でここがキッチンでございますね。でまあ、なんかここら辺とかも自分で買ってきたんですけど、まあ、フライパンとか全部ついてました。オリーブオイルね、オリーブオイルねバカうまいし安い。でこの塩とか80円、この1キロマジでいらないんだけど、一番安かったのこれだから、ちょっとね箱に直入れであんま好きじゃない、よく出ちゃうね。胡椒で、あとまあ洗剤とかね、こんな感じです。で冷蔵庫の中身はと、あのゴミすぎて、まあ、ワインしか入ってないと。でまあ、ここら辺に電子レンジがあると、電子レンジの上にプロテイン置いてって感じですね。で浴室がこんな感じ、まあもうシャワールームって感じ、もうガチガチの普通のシャワールームって感じで、こっちにトイレがあります。でここに洗面台、ドライヤーがついてました。まあ、歯磨きとかで化粧品とかをここら辺に入れておいて、でお薬ここら辺と香水ここら辺に置くみたいな感じでやってます。でベッドがなぜか2つあるんですけど、まあ一応これソファーっていう扱いらしいんですけど、まあベッドにもなるよっていうことでした。家族が来た時とかここに泊まらせようかなと思います。あで、あ一応リックコーナーはここら辺にバッて置いてあります。一応留学に持ってきた服シリーズっていうことで紹介しようかな。これはあのグレートでセールで買った、名前忘れちゃったやつで、これが友達がくれたミグレーのトップスですね。でこれがいただいたシャツリックので、これが、まあ、バナナ、なんかめっちゃ汚れてるから、最悪だ、ちょっと洗っとこう。これがもう、まあ、あの普通のフーディーで、まあショーツ、ここら辺がボランぶつかったの方で、バナナ、ダウン、アリスストローブ、カトリン、ノイアリスとで、まあここら辺にトップスとかが入ってます。ここら辺にね、この中にトップスが入ってます。で、あのベラはここら辺にも適当に置いてるっていう感じです。もう全然持ってきてないでしょやばいマジで、ほぼ売った。でここがベッドでございます。はい、っていうこういう感じのルームツアーでございました。ちなみに言っとくと、家賃がまあ大体800ユーロ13万ぐらいで、水道光熱費がサブスクみたいな感じで150ユーロ、どれだけ使っても150ユーロ、ガス電気水道も全部合わせて150ユーロで、950ユーロで、まあ、大体15万6万5万ぐらいかなでございます。で立地はもうめちゃくちゃいいっすねはい、まあ、僕の行ってる国もあのすごい、まあ、国自体は別にマイナーじゃないと思うんですけど、まあ、言えるところもすごいクソ田舎なんで、その中だったらもうトップクラスに立地がいい、おおこんなところに住んでんのみたいな感じのところに住んでおりやーすって感じですね。はい、以上です。ありがとうございました。